リングに対してアタックできているので、非常にいいと思います。マシンライドからジャクソンを狙ったプレーになりましたが、ここでターンオーバー、ここも寺島です。エヴァンス仕掛けるか、ここで放ってみた2ポイントを決まりました。ここで戻りました。今度はフニューがボールキープ、ボールを踏んで寺島スリーも来ます。第1クォーターから躍動、寺島亮シュート落ちたんですけど、いい形なので、はいはい、京都としては続けていきたいですね。エヴァンスはここで1人で持ち込んだ。誰が打つ、エヴァンス対シブタ、そこにジャクソンが来た、中に入れた川田がシュート、最後は仕上げました。入ります。さあエヴァンス、ペイントエリアの中、フェイドウェイのシュート決まっています。